どうも皆さん、こんにちは。ついに埼玉県来ました。2回戦、3回戦、4回戦の動画を見てから、見てもらえると嬉しいです。で、今回は審判がつきます。SCU というルールですね。SCU とは、お互いにセルフジャッジはするんですけども、カウントコールだったり、オーバーコールですね。相手がジャッジを間違えた場合に覆してくれる役割をしてくれる。役割を SCU というふうに言います。やっぱりここまで来るとね、そういうちょっとビップタイプがあったりしますね。で、いよいよ次の対戦相手は、なんと、このテニス YouTuber の斉藤太一の弟と対戦することになります。で、相手の斉藤二郎選手はですね、弟の、兄貴の、太一選手とは、またちょっとプレースタイルが違ってですね、弟の二郎選手の方は、もっとフラット系でタイミングの速いテニスをします。もうとにかくネットを取りたいっていうテニスで、僕と一緒で小柄なのでビッグサーブやビッグストロークは持っていないんですけども、やっぱりタッチセンス、ボレーがとってもうまいのと、ライジングショットの正確性とか、こう勝負どころで冷静にしっかり、強気でいけるところが魅力の選手になります。この選手もね、ジョップを回っていたのでよく知ってるんですけど、彼が調子がいいときはトッププロレベルの選手ともマッチポイントまで行っちゃったりするような秘めた力を持っているので、僕はもうこの日とても、気を引き締めて挑んでおります。しかもですね、この日は4回戦と準決勝と3セットマッチが1日に2試合ありまして、で、ちょっとお互いに少し疲れている状況ではあるんですけども、ちょっとね、気温も高くてしんどいっちゃしんどいんですけど、少し風も出てきて、涼しさがちょっと助かるかなって感じです。で、前回の動画でもお伝えしたんですが、ここのコートはかなり跳ねなくて速いオンリーコートになっております。で、ジロー選手は何度か僕も対戦経験があるんですけども、もう異常なまでに速いボールに対しての対応力がすごくある選手で、彼に本当は攻めて勝ちに行きたいんですけども、その攻めを挑んでった時にほとんどポイントを取られてしまうので、彼に対してはやはりこういうムーンボールだったり、スライス、そういう緩急をつけていくっていうことが大事かなと思います。で、その中でちょっとラリーをしながら、うまく振り回していけると、こちらにチャンスが来るのかなと思います。このようにですね、ちょっとこうあんまり跳ねるオムニコートではないので、浅くなっちゃうとこうやってさすがに叩かれてしまいますね。ただこれは入っていて、ゲームカウント 1-0 で最初のゲームを取ることができました。このようにですね、今彼ミスしてしまいましたけども、ポジションをとにかく上げて早いタイミングでボールを取ろうとしてくるので、これが非常に怖いですね。さらにこういう余裕を持ったタッチショットなんかもね、遊び心があって華のある選手だと思います。結構ね、こうもちろん努力もしてるとは思うんですけども、センスをね、とても毎回テニスを見ていて感じる選手で、サーブもこう小さい選手ではあるし、速いサーブはそこまでなんですけど、こう勝負どころでとてもいいコースにサーブを入れてくる印象があるのと、ストロークに関してはもうフォアとバック両方ともうまいので、ちょっとこうどっちを狙ったらいいんだろうっていう風に感じるので、そういうと相手の時には僕はもうどんどん左右に散らして的を絞らせないようにしたりしています。で、前回の動画でもお話ししたんですけど、本当に僕ここのコートが苦手で、一応ポジションを下げないぞっていう目標は叶えられてはいるんですけど、もっと中に入って早い段階で攻めていってネットを取ってっていうテニスは全くできてない感じですね。なのでずっと今大会埼玉選手権に関してはあまり気持ちよくテニスはできなかったなっていう風な、印象があります。ただそんな中でも僕をここまで勝ち上がる、勝因に導いてくれたのは、もう間違いなく応援に来てくださった皆様と、いつもね SNS とかでも SNS はタイムリーにつぶやいてたので、
たくさんの応援コメントとか、わざわざメッセージをくれた方とか、そういった方の応援のおかげでここまで頑張れたかなっていうふうに思ってます。もうこれはもう本当に心の本心から思ってます。技術的な面に関しては、やはり僕はバックのスライスが得意なので、このコートはやっぱりバックハンドのスライスがとても有効だなので、このちょっと気持ちよくテニスはできていないんですけども、まあ、いざという時はこのスライスでイーブンに戻せるなっていう自信があったので、これですね、このようにもうテンポも落ちるし、相手も急に攻めあぐねているじゃないですか。だからここのコートではスライスを使った戦術を、たくさん入れるとおすすめですね。ジロー選手こういうショットね、こう常にトライしようとしているので、今みたいにエラーにはなってるんですけど、ずっとポジションを上げてフラットドライブで攻めてくるので、なんかこう前に来てないんだけど、いつでも前に来そうだなっていう恐怖を与えられ続けながら僕はストロークをしてしまっているので、結構精神的な負荷がずっと続きましたね。僕はどちらかというとね、こう今ジロー選手みたいなプレーを目指して、日々練習している感じになります。その中にもしつこさっていうものが消えないようにうまく混ぜていければ、何でもできるオールラウンダーになるんじゃないかなと思って、最終目標はやっぱりそこですね。シンプルに彼と僕は相性が、ね、悪いと思います。彼にとってですね、ジロー選手多分僕の、プレー結構苦手って言ってるので、それもあって結構今そのいい形の攻めができてるジロー選手だと思うんですね。ただ爪、最後の爪でエラーしちゃってるのはやっぱ僕のボールがあんまり合ってなくて、それなんかこう早いタイミングでエラーをしてしまってるっていう感じですね。今僕がブツブツ言ったみたいにですね、ちょっとでもこうひよってしまう、こうちょっと雪に回りすぎたりすると浅くなった瞬間にどんどんネットが出てこられて、ボレー、彼はやっぱボレーがね上手なので、ネットこられるのが非常に嫌なので、しっかりとひよらずにちゃんとボールを深くかけて送ろうっていう風に意識してプレーをしてます。浮いてもね、このコートだとスライスあんまり打ち込まれないんでね、スライス有効です。だからこのコートで勝っていくには結構ゴリゴリのスピンで勝ち上がるのは難しいコートで、こうフラットストロークからのポンポンボレーに行くスタイルがバックハンドスライスを主体としたテニス選手が勝ち上がる傾向が非常に多いと思います。なんでこう今流行りの正統派みたいなテニスの方がこのコートは打ちにくいかもしれないですね。ちょっと時代とは逆行したプレーの方が、ここのコートでは優位に、働くんじゃないかなと思います。なんで結構こう誰が勝ち上がるか分からないコートでもありますね。最初の方のスライス、浅いボールがあったのにそれで前に行かなかったのが今の失点の原因ですね。ただ2回戦からここまで準決勝までちょっとこうネットプレーでポイントが全然取れてなくて、ちょっとそれで自信を失っちゃってネットに出るのが少し怖くなってしまってる
感じですね、今の僕、この時点での僕は。もうちょっとね、こうさっくり締めなきゃいけないところをこうビビってしまって、こうやってこう無駄なラリーをしてしまう。で、そこから主導権を逆転されてしまうっていうのが多々あったので、そこはもうなんかこの試合とかに限らず全体的な反省点だなと、まあ、改善点だなと思いますね。やっぱりちょっとでも浅くなったらどんどんネットを取って、あの自分からポイントを取ったり、プレッシャーをかけたり、試合の時間を短くしつくしていく必要があります。今の二郎選手みたいに一瞬でも浅くなったらポンとタイミングが早く打って前に詰めれるようなあのテニスはもうちょっとしたいですね。これですね、この早いタイミングで3打撃連続で打たれると必ず主導権握られちゃうので、しっかり深く打ち返すか、先にちょっとリスク取って、攻めていかないと二郎選手のポイントになってしまいますね。そっからでもね、決して下がらないので、こうラリー自体は長いんですけども、なんかこう常に何かしてきそうだなっていう風に感じてしまうんですよね、ポジションを上げられると。その精神的な戦いになった時に僕がうまく、大事な場面でポイントを取れているので、あのここまでコースが進んでいるというふうに思ってます。まあ、あとはやっぱりパッシングショット得意なんで、結構パッシングショットの調子がこの日良かったから、こういうデュースとか結構あったんですけども、そこを抑えられたのかなと思いますね。ですね、このためを作らずにリズムでポン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 来るストロークはとても羨ましいですね。さあ、ここを通すと 5-4 になって、 5-4 で二郎選手サーブになっちゃうので、ここブレイクされるのは非常にまずいですね。大事な、1点になります。このセットの行方を握る、ポイントだと思います。で、これがパスが入ったので、なんとかブレイクをしのいで、今度はキープポイント、セットポイントです。こういう場面でも彼は拾わずにしっかりネットに来るので、このデュースでこのライジングですからね。さあ、僕審判に当ててしまいました。本当にすみませんでした。これムーンボールで少し休憩と牽制ですね。一瞬こうやってポーンって入れるとちょっと迷ったりするし、リズムも急に変わるので、相手の動きがゆったりになって速い動きがねできなくなったりするので、ああいうダラッとしたボールを混ぜるのも結構大事だと思います。まあ、浅くなると叩かれるのでね、結構ゆるいボールって勇気がいりますよね。勝負です。この場面でこのネットプレーですからね、これはもうさすがにお手上げですね。やっぱりこう僕がリードしている場面でも彼はしっかりこのように強気で決めきれるところがすごいところだと思います。
どうでもいい場面で打ち切れることは簡単だと思うんですけども、こういうターニングポイントでしっかり打ち切れるかどうかっていうのは上に上がっていく上で必要なスキルだと思うので、ここはやっぱり僕もまだまだなところがあるので見習わなければいけないところだと思います。しかしなんとかつなぎながらも相手をずっと振り回し続けることができたので、それがファーストセットを取ることにつながったと思います。続いてセカンドセット、あとやっぱり、バックハンドのスライスで全ての状況をリセットできるのが、このコートではとても強いので、それがうまく働いているのがありますね。もうそうなるとやっぱりね、こうなんか、ドロップショットとか使ったりしてなんとかスライスのラリーを、終わらせなきゃいけないと思って、読みやすいドロップショットを相手が打ってきてくれることが結構多くなったりするので、ただ今みたいな中途半端なスライスは、必要ないですね。ちょっといらないです。センターストーリーが効かないですね。セカンドセットの1ゲーム目を取られてしまいましたけど、やっぱりセットが変わって最初の2ゲームもし 2-0 とかになったら一気にそのセットに流れて、ファーストセットの実力差関係なく変わってしまうので、3セットやる上では、次のセットの第1ゲームをしっかり取り切れるとその試合をすんなり終わらせることができるんですが、勢いのままにねプレーできるので、ただその0-0のいきなり1ゲーム目を相手に渡してしまうと、そのセットの流れは相手に行ってしまうので、次セットやる上ではその最初、セット変わった1、2ゲーム目にすごい集中を、使うことを意識するといいと思います。ぜひ参考にしてみてください。もう今のところネット対パスの縮図になってますね。これですね、彼このサーブのコントロールが良くて、ラインの角にしっかりね大事な場面で入れてくるのがすごい小柄な選手としては参考になるところですね。選手を前に呼んでしまうとほとんどネットプレー そのボレーやスマッシュのミスがほぼないので、できればもう次郎選手が来た場合はなんか1回ボレーさせてとかスマッシュさせてでミスを期待するのは良くないので、彼が前に来ちゃった場合はもう一発でパスを抜くつもりで作戦を立ててます。それで決まらなかったらしょうがないし、それでパスミスったらしょうがないと思ってやってますね。大事なのはそのポイントを取ることよりも彼をネットに詰めさせないということのが一番大事な試合になってきます。次郎選手にとってはいかにこう中に入ってネットを取るかっていう、まあ、ディフェンス対オフェンスの、ね、戦いになってます。今の入ってますね、スーパーショットですね。ですが本当は僕はこの逆の立場でね、次郎選手みたいなプレーが目標だったのに全然うまくできてないっていう感じですね。ただスライスラリーになってくると結構ボケングがあるかなというふうに思ったので、このスライス作戦はかなり有効になってますね。やはりなんかスライスになると、ジロー選手は仕掛けてこなくなります。仕掛けてこないというか仕掛けにくいんじゃないかなと思います。ここがハードコートだったらもうちょっとスライスを控えて、こうやってバックハンドで深く打つことを優先して組み立てます。そこでなんとですね、彼のウェアが破けるというチェンジ機になり、チェンジコートではないんですけども、特別にウェアを着替えるっていう珍しいアクシデントがありました。
っぱり僕がスライスで全てをリセットしてくるので、彼はそのスライスに対してどれだけカットボレーできるかっていうことを考えてやっていると思います。そのチャストワークで40です。ここでですね、僕のスマホの電池が切れてしまい、後ろで応援してくれた学生が代わりに行動をしてます。では終わらせられないだろうというふうに思ってます。彼なんかね、ファーストサーブ入ってこなかったらブレイクはしやすいと思うんですけど、やっぱりジオー選手は大切な場面でこうスーパープレーを繰り出していく印象があるので、ここ 5-1 ですけど、僕に気にしてきない余裕はないです。わーもうここですね、やっぱり 5-1 のサーティオール再生術勝負強い。ちょっと浅くなってきていて、タイにどんどん中入って打たれているのが今この30-40を招いていると思います。うわーマジ、さあゲームカウント 5-2 ボックサーブですね。ここでキープしないとかなりまずいことになります。はい、なんとか準決勝勝つことができました。で、決勝戦行くのも本当久々で、そのルール改正前の J1 の1のグレードで、今年の1月に、準優勝していて、J1 1のルール改正前の、優勝は最後6年前のロイヤル SC カップ以来になってくるので、結構その年々そのフットワークっていうものフィジカルという面がすごく落ちてきていて、じゃあどうするかっていうと、やっぱり自分で時間を作ったり、中に入ってボールをしっかり打ったりとか、ネットプレーを増やしたりっていう工夫をしていったら、地の底まで落ちていた成績が徐々に回復していって、ランキングもまた回復傾向にあるので、ちょっと頑張りたいなと思います。ちょっとお礼言えなかったら、今日ジュニアたちとかちょっと知り合いの方すごく応援に今日たくさん来ていただいて、でちょっと僕が疲れてから遠慮して先に帰っちゃったんですけど、お礼言えなかった方は本当にありがとうございました。ぜひ、今後ともお願いします。どこかまた会場でお会いできたらその時にまたお礼をしてもらおうかと思います。そして今日のですね MVP はこの子たちですね。最初からもう長い俺の長い試合を2試合とも応援してもらったんで、
何かでお礼をしていけたらなと。いや、かっこいいと思います。いや、ありがとう。まあ、よく言われる、よく言われる。いや、ありがとうございます。いや、本当に助かりました。ということで、皆さんまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。素人感が。Got the rush of the ocean wave.